ハリー・キューウェル、ハロルド・ハリー・キューウェル、1978年9月22日隊は、オーストラリア・ニューサウスウェールズ州シドニー出身の元サッカー選手、サッカー指導者。現役時代のポジションは、MF、FW。最も得意としているポジションはウィングであるが、攻撃的ミッドフィールダーや、セカンドストライカーも務めることができる。怪我が多い選手ではあるが、 メディアの間ではオーストラリアが生んだ史上最高のサッカー選手であると言われている。2006FIFA ワールドカップにも出場し、クロアチア戦でゴールを記録している。オーストラリア選手協会の執行委員会のメンバーでもある。ニックネームは、オズ・オーストラリアの魔法使い、スミスフィールドパブリックスクールからセントジョンズハイスクールへ進み、 ウェストフィールドスポーツハイスクールへと移った。ウェストフィールドスポーツハイスクール在籍中には学校とクラブの両チームでプレーしており、スティーブン・トゥリローが教えていたニューサウスウェールズユースリーグの競合チームであるマルコーニの U-13 から U-15 のチームでプレーしていた。また、ニューサウスウェールズジュニアサッカーアカデミーにも通い、デイビッド・リーの教えを受けていた。 14歳の時に、マルコーニの U-14 チームの一員として、タイ、イタリア、イングランドに遠征し、イングランドでは AC ミランのジュニアチームとも対戦した。q ルは国外に出るのは、これが初めての経験であり、プレミアリーグの試合を観戦し、ヨーロッパのサッカーに触れる機会も得た。15歳の時に、プレミアリーグのリーズユナイテッドから4週間にわたるトライアルの誘いを受け、 ブレット・エマートンと共にイングランドへ渡った。リーズのトライアルでは二人とも良い印象を与えることに成功したが、キューウェルの父親はイングランド人の血を引いておりビザ取得の要件を満たしたため、キューウェルだけがリーズのオファーを受けることができたのであった。デビュー戦となったのは、1996年3月30日にホームで行われ、0から1で敗れたミドルズブラ戦であった。 この頃は、後にウエストライフのメンバーとなるニッキー・バーンと同居していた。4月には、チリ戦でオーストラリア代表デビューを飾った。リーズでの初得点は、1997年10月に行われ、3から1で勝利したリーグカップのストークシティ戦で記録したものである。主に左サイドの攻撃的なポジションを務め、将来有望なリーズの若手選手の一人となり、 同じオーストラリア人のマークビズカともプレーすることになった。1999から2000シーズン終了後には、インテルミラノから推定2500万ポンドのオファーが届いた。2000から01シーズンには、チャンピオンズリーグ準決勝に進出するなどの躍進をしたが、2002から03シーズンに、クラブは深刻な財政難を抱え、選手の放出を余儀なくされてしまい。 q ルとビトゥカの活躍はクラブに残留という成果以外の実りを与えることはなかった。しかし、q ルのリーズにおける活躍は自身の国際的な名声を高めることになった。リーズでは在籍8年間でリーグ戦182試合に出場し、45得点の成績を残した。q ルはクラブとの関係が決して良いとは言えない状況下でクラブを去ることになった。 リバプール遺跡前に応じた BBC のインタビューでは、クラブのメディカルスタッフのせいで自身の怪我が悪化したと非難したが、チームメイトはウェルの方がクラブから出ていくように圧力をかけたと述べた。AC ミラン、チェルシー、マンチェスターユナイテッド、アーセナル、FC バルセロナといった金銭的により恵まれたオファーを断り、2003から04シーズンを前に、 リバプール FC へ移籍した。キューウェルは、シュミツェルから、リバプールの有名な背番号7を引き継いだ。この番号は、かつてのクラブの象徴的な選手であったヤイアン・キャラハン、ケビン・キーガン、ケニー・ダルグリッシュらが付けていた番号である。200万ポンドから500万ポンドといわれる金額が、キューウェルの未登録の代理人であるバーニー・マンリッチに流れたと主張がなされたことにより、キューウェルの移籍は、 議論を呼んだ。この件に関連して、2005年に QL はゲイリー・リネカーを名誉毀損で訴えたが、陪審員は一致した決を出せず、裁判外で解決を図る道しか残されなかった。2005年5月25日、リバプールはミランを下し、QL はオーストラリア出身の選手として、初めてチャンピオンズリーグのタイトルを獲得した選手となった、クレイグ・ジョンソンは、 南アリカ生まれ。チームは試合開始から攻撃的に行くことを意図して、キューウェルはスターティングメンバーとして試合に出場したが、この試みは失敗に終わり、キューウェルは良いプレーができないまま、前半途中怪我により交代を余儀なくされてしまった。怪我をした素振りを見せた時には0から1でチームはリードされており、リバプールのファンは、キューウェルが怪我をしたふりをしていると考え、 ブーイングを送った。また、2005年の夏には、黒ンペン症候群の名で知られている、スポーツヘルニアを患っていることが、明らかになった。決勝で負った怪我から回復した2005年11月には、クラブの公式サイトで、信頼して、決勝で起用してくれたラファエル・ベニテス監督の恩に、報いるためにも活躍をしたいと話した。また、支えてくれた妻と友人にも感謝をしていると述べた。 2005から06シーズンは3ゴール3アシストを記録し、彼がリバプールであまり良いパフォーマンスを発揮してこなかったのは気持ちの問題ではなく怪我の影響であったという考えを広めるにいた。2006年1月に行われ1から0で勝利したトッテナム戦でアンフィールドでのリーグ戦初得点を記録した。マンチェスターシティ戦でもその試合唯一となる得点を記録し、 3から1で勝利したエバートン戦ではチームの3ゴール目となる得点を挙げシーズンで最高の活躍を見せた。2から1で勝利した FA カップ準決勝のチェルシー戦でもリバプールで最も良い働きをした手の一人であった。2005から06シーズンの FA カップ決勝のウエストハム戦ではスターティングメンバーとして出場したが はらいたのために48分間の出場に止まったチャンピオンズリーグ決勝と異なり、サポーターの反応は同情的なものであった。その後の検査でリバプールは、素形部の負傷をしていることを確認したが、ワールドカップには間に合うと判断した。2006から07シーズンは多くの試合を欠場したが、2007年4月にリザーブのエバートン戦に55分から交代で出場し、 チームに復帰した。2007年5月5日にクレイブンコテージで行われたフラム戦の後半に交代で出場し、FA カップ決勝以来となる出場を果たし、シーズン最終戦のチャールトン戦においても後半に交代で出場した。チャンピオンズリーグ決勝のメンバーに選ばれるかどうかが議論の的となっていたが、チャールトン戦でディルク・カイトへゴールの起点となるパスを送り、90分には pk からゴールを挙げる活躍をしたことにより、決勝戦に臨むメンバーに選ばれた。決勝では、ボーデビン前伝と交代で59分から出場した。2007から08シーズンを前に負傷により、チームを離脱し、また別の怪我も多いシーズン序盤の数ヶ月間を欠場したことにより、リバプールでの将来が不安視されるようになってしまった。十月三十一日に行われた、 カーリングカップのカーディフシティ戦に71分から交代で出場し、チームに復帰した。その後のプレミアリーグのブラックバーン戦とチャンピオンズリーグのベシクタシュにも交代で出場した。彼の復帰後にラファエル・ベニテス監督は、クラブの公式サイトで何人かのメンバーについてコメントし、QL の契約については延長される場合もあると話し、多くの人たちは、 怪我なくシーズンを終えることができれば、クラブに泊まる機会を提供されるだろうと考えていたが、FA カップのバーンズリー戦で敗れた後に、チームでの居場所を失ってしまった。オーストラリア代表のメンバーとして、シンガポールに向かったが、ケ警部を負傷して、イングランドに戻ってきたことにより、新たな契約を提示される可能性は小さくなった。2008年5月、ェルは、 リバプールとの契約延長の話を断ったことが明らかになった。2008年7月5日、トルコ王者のガラタサラエスケーは q ルと2年間の契約を結んだ。q ルはチームを離れたかったし、これが最良の選択だと思っている。新たな挑戦を楽しみにしているし、開幕が待ちきれない。と話した。2000年4月、 彼がリーズに在籍している時に行われた UEFA カップ準決勝のガラタサライ戦後にリーズのファン二人が殺害れるという事件が起きていたためリーズのファンはガラタサライに移籍するという決断を下した QL を批判した QL はそれに対し僕はガラタサライでは19番を選んだがこれは初めてリーズユナイテッドでスターティングメンバーとして出場した時につけていた番号で これは僕のリーズに対して抱いている経緯の証だ。僕は全てが始まったクラブのことを決して忘れてはいないし、こうすることで2000年4月5日に起こった悲劇を少しでも和らげることができれば良いと思っている。ただ、その事件のことでガラタサライのクラブ自体を非難することは間違っていると述べた。ガラタサライでのデビュー戦はトルコスーパーカップの回生リスポール戦であり、 65分から交代で出場した。その試合では、ファーストタッチでガラタサライでの初得点を記録し、2点目をアシストした。開幕戦のデニツリスポル戦で、リーグ戦初ゴールを記録し、チームも4から1で勝利した。QL は、リーグ戦4試合と UEFA カップの2試合を含めて13試合で7ゴールの成績残す活躍を見せた。 2008年10月23日に行われた UEFA カップのオリンピアコス戦ではこの試合唯一の得点を挙げ勝利したその週の後半に行われたフォルティストルコカップのアンカラスポル戦で初めてトルコのカップ戦に出場したトルコのメディアが彼の怪我について様々な憶測を立てていた時から1週間後の2008年11月2日に行われた カズイアンテプスポル戦でシーズン4ゴール目を挙げた。オーストラリアで診察を受け、2008年12月12日に、素形ヘルニアのために手術を受ける必要があり、12月15日に手術を受ける予定であると発表された。ガラトサライは、キューェルが負傷でチームを離脱する前の9試合すべてで、勝利を挙げており、UEFA カップに試合、リーグ戦六試合、トルコスーパーカップ。 q ルもゴールを挙げていた。UEFA カップのボルドー戦では35メートルの距離から2から1となるゴールを決め、チームは UEFA カップのベスト16に駒を進めた。2009年3月12日に行われた UEFA カップのハンブルガー SV 戦では、エムレア宿の退場により40分間不慣れなセンターバックのポジションでプレーし、ミスもあったがなんとか役割を 全うした。セカンドレングも同様のポジションを務め、その試合では PK から得点を記録した。1996年4月に行われたチリ戦でサッカーオーストラリア代表の最年少記録となる17歳と7ヶ月という若さで A 代表デビューを飾っている。1997年11月に行われた1998年。 W 杯の大陸間プレーオフのイラン戦に出場し、アザディスタジアムに集まった10万人近い観客の前で代表初ゴールを記録した。メルボルンクリケットグラウンドで行われたセカンドレグのイラン戦では8万5千人という最高記録となる観客動員数を記録し、q ルもゴールを挙げたが2から2の引き分けに終わり、アウェーゴールルールによりオーストラリア代表は W 杯の出場権を逃した。 2005年11月、オーストラリア代表は1974年に西ドイツで開催されたワールドカップ以来の出場権を獲得した。ウルグアイとのプレーオフの PK 戦では、オーストラリアの最初のキッカーを務めた。2006FIFA ワールドカップ初戦の日本戦に出場した。ブラジル戦は途中出場となり、ジダのクリアミスからゴールチャンスを得たがこれを逃した。試合後には、 マルクス・メルクにより試合中の暴言でフィーファに報告をされたが、制裁は受けずに済んだ。グループリーグを突破するためには最低でも引き分け以上が求められた、クロアチア戦では二の二となるゴールを決め、マン・オブ・ザ・マッチに選出された。怪我の影響もあり、大会には本調子で臨むことができなかったが、代表チームに必要な存在であることを示した。痛風の疑い。 その後に行われた検査によると敗血症性、関節炎により、決勝トーナメント1回戦のイタリア戦に出場することは叶わなかった。W 杯終了後から、しばらくの間は代表の試合に出場することができなかったが、2007年6月に行われたシンガポールとの親善試合で復帰を果たした。アジアカップ前の最後の試合であったが、65分から交代で出場し、 1>, 1ゴール、1アシストの活躍を見せた。ウェルはアジアカップに出場したオーストラリア代表で重要な役割を担った。4から0で勝利した大戦ではチームの4点目となる得点を挙げた。グループリーグを突破して迎えた準々決勝の日本戦ではマークビッカに代わり65分から出場し、PK 戦では最初のキッカーを務めたが止められてしまい。 チームも敗退した。初戦のカタール戦、中国戦には出場できなかったが、2008年6月にブリスベンスタジアムで行われ、1から0で勝利したイラクとの試合ではキャプテンを務め、47分にこの試合唯一となるゴールを挙げた。最終予選のカタール戦では、3から1となるゴールを決めた。ワールドカップ予選に向けた調整試合のオランダ戦では、 ジョシュア・ケネディが獲得した PK 決め、2から1で勝利した試合の前半では、活躍を見せた。その後に行われた、ウズベキスタン戦でも、PK でゴールを決め、チームも2から0で勝利した。第一戦のドイツ戦には間に合わず、チームも0から4で敗れた。しかし、ドイツに大敗した後でもチームの指揮は損なわれてはいないと、ガーナ戦に向けて、決意を述べた。 2010年6月19日に行われたガーナ戦ではキューウェルは腕でゴールを阻止したとして退場処分を受けた。ゴールライン上に立っていたキューウェルは自身が防がないとゴールになることはメーラであったため胸で止めようとして腕にボールが当たってしまったのであった。このプレーによりキューウェルは前半24分でレッドカードを受け、 ガーナはこのプレーで得た PK から同点となるウルを挙げた。結果は1から1の引き分けであったが、オーストラリアにとっては厳しい結果となった。q ルが受けたレッドカードはワールドカップ史上150枚目のレッドカードであった。試合後に q ルはロベルトロセッティの下した判定によって打ちのめされ、自身のワールドカップにおける夢を殺されてしまったと感じていると述べた。 オーストラリア代表の全試合にスターティングメンバーとして出場し3ゴールを記録した。準々決勝のイラク戦では118分に決勝ゴールを挙げ代表史上初となる準決勝進出に貢献した。準決勝のウズベキスタン戦では開始5分で先制ゴールを挙げチームの決勝進出に貢献した。2014年11月21日 AFC 初代伝道入りを果たした。2015年7月23日、ワトホード FC-21 の監督に就任した。2000年に高級クラブで出会った、イングランド人の女優シェリー・マーフィーと結婚している。2003年5月23日に、ラスベガスで挙式を挙げ、彼らには、2001年に生まれた息子のテイラー、2003年に、 生まれた娘のルビーと2008年に生まれたマチルダと3人の子供がいる。2008年5月、オーストラリアのメンズファッションブランドのポリティックス、ポラティックスの顔となった。2008年10月、トルコのメディアは、q ルが非感染症である自己免疫性肝炎を患っていることを明らかにした。クラブ、選手サイドともに、この報道について否定せず、マンディッチは、 QL の健康状態は1995年にリーズユナイテッドでキャリアをスタートさせてからなんだ変わっていない。と後に述べた。子供の頃にステロイド剤のプレドニンを服用するようになった時からその病気を抱えていると思われている。QL はガラタサライのサポーターの間では最も人気のある選手の一人であり、真面目な性格と QL 自身の持つ威厳によって ガラタサライのチームメイトからも多くの信頼を集めてる。彼は高いプロ意識を持ち、いつも笑顔を絶やさない魅力的な性格であり、家族思いの選手であると言われている。ガラタサライでは、ハリー・ポッターやオズの魔法使いの愛称で親しまれてる。ダディクールのヒットで知られるボニー・エムのフランク・ファリアンとキューウェルの外見が似ているため、ダディクールとハリー・キューウェルをもじったちゃんとが歌われている。 これを最初に使ったのはリーズのファンであり、1999年にボックスホールがザ・フィー・ラグシーの CM にダディクールを使用したのと時期を同じくしている。スミスフィールドで育ったキューウェルは A リーグ創設に大きな影響を与えた人物の一人であり、ラグビーチームのカンタベリーブルックスのファンでもある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。